ナルス7から6カブス現地時間5月25日、ブッシュスタジアムセントルイスカージナルスが乱打戦を制し、同地区カード初戦に勝利。ラーズ・ヌートバー外野手26は2番右翼手でフル出場し、3安打を放った。試合は3対4、カージナルス1点ビハインドで迎えた8回裏、西1・2塁から代打マット・カーペンターの右前的自打で同点とし、続くブレンダン・ドノバンの2点的自2塁打で逆転に成功。さらに、ヌートバーが右中間を破る敵地三塁打を放ち、土壇場で3点のリードを奪った。9回表は、守護神ライアン・ケルズリーが登板するも、4安打を浴び2失点。1点差に迫られ、なおも西1・3塁というピンチを背負ったが、最後は4番モレルを2ゴロに打ち取り、ナショナルリーグトップの16セーブ目を記録。チームは逆転勝利を収め、今季最長となる4連勝。地区2位カブスとの差を2としている。この試合のヌートバーは5打数3安打、1打点、2三振という内容。結果的にヌートバーの敵地打が勝負を分ける形となった。今季2度目の1試合3安打の活躍で、打率227、オプス747となっている。一方、カブスの鈴木誠也は5打数1安打、1三振。最終回には2点差、1四1・2塁の好機で5打席目を迎えるも、差比で凡退。2試合連続安打をマークしたが、今季成績は打率250、オプス718へ低下した。